こんばん、こんばん。公演が終わりました。昼公演。髪の毛だいぶ茶色くなったんですよね。しかも今日黒着てるから、多分めっちゃ茶色に見えるのか。扇風機がね、ここにあるんですよ。髪が明るくなりました。今日は日曜日なので、遠方の方とかが多かったですかね。家帰るの早い。終わったらすぐ帰るので買いますって言って、東京もめちゃくちゃなんか若干雨降ってきてる感じでした。はい、まだ梅雨だもんね。こんにちは。日曜日って皆さんの、あ、お話し会か。あおちゃんとかまるちゃんとか、明日はまるちゃんの卒業公演です。たみしい、たみちいよ。梅雨はいつ。でもなんかこの間ニュースで見た時、なんかあれだった、7月いつもより遅いかもって言ってた。梅雨明けるの、マジ7月中旬だったかな、忘れちゃったけど。寂しいです。最近ミクちゃんに会えてないですね。あのお話し会の、横浜のお話し会で会ったぐらいです。沖縄は梅雨明けたんだ。じゃあ福岡もそろそろかな。どうなのかな。早く明けてほしいですね。やばい、ぼーっとしちゃうすごいぼーっとしちゃう。この間まつげパーマに行ったから、まつげはね上がってますね。てかカメラなんか汚いかな、なんかブイブイしてる。いい風吹いてるね、扇風機の風。ここに扇風機があるの。帰り道パスタ食べながら見よう。立ってパスタ食べねんの今日の花いみりも可愛かったって、ありがとうございます。嬉しい。今日ミルンさんとエミさんが同じ髪の毛してた、可愛かった。夜公園行く人、みんなポポペお祝いしてきてね。マル、マリアちゃんも出るから応援してきてください。久しぶりにねこの髪の毛した。なんかあのなんだっけ、ココテンの時ってさできないんだよね、この髪の毛。できなくはないかなんでしないんだっけ。カチューシャがでかいからかな。でも多分花さ、髪の毛、私の頭の形ってこう横に出てるんですよね。ここが鉢が張ってるって言うんですけど、
僕は出てるから、あの普通にこうここで分けた時に多分ここはね大きく見えるんですよね。だからどちらかというと普通にこうするよりこう真ん中を分け目を変えた方がなんか形がなんかよく見える気がする。いや花さ、ここってさあれなんだよね、カチューシャもあるし帽子もあるんですよ、ユニットで。だから髪の毛、あとさ私キャプテンだから結構喋るところ多いんですよね、結構大事なところだから変な髪型してるとダメです大事なこと喋んなきゃいけないのに変な髪型してたらみんなそっちに目が行くっていうか、なんかダメだと思うだからあの変な髪型しません。変な髪型っていうか特徴的な、いや皆さんはいいかもしれないけど私が嫌なんですちゃんとしておきたいんです。髪が疲れたな疲れたな。皆さんは今日何していたんですか、日曜日。掃除してたって偉いですね。ピアス7がずっとむくんでる。私は平気です。結構ね消毒とかした方がいいのかもしれない。午前中寝てたよっていいね、寝るのもいいよね。これから頑張ってください。福岡タワーでおしゃべり会だって、こう公園行って今から仕事だって頑張って。録画したドラマ見てるっていいね。コロナっちゃいました。わあきつい、ゆっくり休んでください。きついよな。今日はエンジン掛け声間違えちゃった。エンジン行きますっていうの忘れちゃった。あーって言っちゃった眠くなっちゃうね。30日のここピンクね、待ってます。暑いんだね。私まだクーラーつけてません、さすがに。まだ扇風機です。あ、ハートがいっぱい。今日なんか HKT の日だったよね。あ、ねサマステ楽しみだよね。わかる。サマステ、今年のサマステはチーム分けをされて、チーム分けっていうかチームでやることになって、前回はお姉さん方に挟まれて
出たんですけど、今回は警報で出ます。本当に人数が少ないですよね。10人ぐらいなんですけど、皆さん絶対来てください。これは私からのお願いです。お願いします。 H のファンの方も H 見て警報を見ちゃおうって、警報も見てください。お願いします。みくちゃんの分まで頑張るので、みくちゃんのファンの方も来てくださいぜひ見に来てください。嬉しい、大好きな K4 なんて言ってくれるんですね。ありがとう、ありがとう。めっちゃ眠たくなってきためっちゃ眠たい。俺は H から警報士になりましたって、本当か、本当なのか。でもなんかチーム関係なく、SKT をしてください。リリミを使ってる、使ってるよ。オレンジのアイシャドウをこの下の涙袋に塗ってるのと、あとリップがリリミです。かゆっ、かゆかゆかゆう。星なのでチーム関係なく押してます。だってありがとうございます星なのでってなんだろう。みんなも今眠い時間なんじゃないですか。公演終わりって疲れる、もちろんもちろん疲れます。でもなんかさ、やっぱみんなもさ年をさ取るじゃないですか、メンバーも。で大人メンバーが増えてきたからさ、なんかみんな誰かしらちょっと元気ないんだよねなんか元気ないっていうか、なんかどこかしら痛いとか今日ちょっとみたいなとかね、誰かしらいるんですよ。頑張ろうって今日は6期生がいっぱいだったので、6期生に元気、6期生基本元気いっぱいなので、6期生に元気をもらって頑張りましたリリム、リップ何番？1番だった気がする。最近1番だったと思う。結構無難だけど赤っぽい感じ。でも今ね落ち合ってる、ごめんなさい、つけてないですめちゃくちゃ落ちてる。うん、花ちゃんは栄養ドリンクは飲みません。お、栄養ドリンク飲んだらなんかお腹痛くなりそうで飲めない眠い。みんな若いですよ。楽屋とかもね元気いっぱいです。体のあちこちが痛い、わかります。なんかマッサージに行ってももう2日後ぐらいにはもう痛いんですよね、体がもう凝ってる、今も絶賛凝ってます。家にマッサージ機が欲しい、誰かプレゼントしてくださいはなちゃん家までいいマッサージチェアをくださいね。え、立ち見なのにありがとうございます。
仕事を休憩中に見に来た。あと少し頑張る。頑張ってください。シンプルにお風呂でマッサージしときだって。します。しますね。はなちゃんはね、肩こりなんです。肩凝っちゃうんですよ。ね、もう巻き肩ってですか？そうなの。巻き肩だし。あんま良くない。すぐ凝ってしまいます。皆さんは肩こりますか？凝るよね。今日日曜日、日曜日だったから天神の人の量がすごかったですね。ドームの周りもすごいし。ぎっくり腰にはならないで。やばい、魂が抜けそう。なんか大人っぽくなってる。だって髪染めたからですかね。もう私は最近エリーちゃんが可愛すぎてずっと見ちゃう。YouTube も見ちゃうし、インスタも見ちゃう。めっちゃ可愛いエリーちゃん。いつもマリアちゃんと見て可愛いってお話しして、なんかエリーちゃんがしてる髪の毛とか全部可愛い。なんかいつかだっけ、なんかその番組、歌番組で会った時に、久しぶりだったんですけど、顔が小さいし、足も細いし、めっちゃ可愛かった。ひじりん曰く、警報公演最後は気合と根性って言ってましたって。可愛い。いつもね、いっぱい出てくれて、いいりちゃん。いや、明日はまるちゃんの卒業公演ということなので、まるちゃんのお話をしましょう。まるちゃんって本当に本当に素敵な後輩なんですよ。ココテンの初日までで、みやびちゃんがいるじゃないですか。みやびちゃんがダンスをね、覚えるのがね、苦手なタイプだったので、一緒にやろうと思って、こう、その初日が始まる前にレッスン場でやってたんですけど、私って基本教えたりするの苦手っていうか下手くそなんですよ。で、そうだ、キャプテンだからさ、やっぱ教えられるとこは教えたいなと思って教えようって思ったんですけど、その時にまるちゃんもいて、まるちゃんは多分自分の練習をしに来てたんだけど、わざわざ私たちのところに入ってくれて、長い時間やびちゃんに一緒に教えてくれて、本当に本当に本当にいい後輩なんです。もうその後本当にありがとうって感謝して、で無事にね、みやびちゃんも初日一緒に立つことができてよかったです。本当に優しい。いつもね、汗いっぱいかいて、公演も頑張っていっぱいポジション覚えてくれてね、優しいし、本当にいい子、後輩なんです。だからめちゃくちゃ寂しいですね。まるちゃんって本当に頼もしい後輩なので、なんかいるだけですごい、なんていうの、安心するっていうか、うわーありがとうっていう感じなんです、いつも。
あ、マルちゃんいるっていう気持ちになるんですけど、もうそれがなくなってしまうっていうか、卒業しちゃうから悲しいですね。多分後輩にとっても先輩にとってもマルちゃんは結構大事なメンバーだったので寂しいですね。なんかまるちゃんも寂しいって思ったらあれですね、すぐひなのちゃんが来る。結構楽屋では賑やかなメンバーがみんないなくなっちゃうから寂しいですね。でそれが終わったら青い先生がやってきますよ。もう悲しいっていう。まるちゃんは本当に優しいです。なんか6期生みんなまるちゃんのこと好きだから、好きな理由がわかりますね。みんなで最後の最後まで応援しましょうね。あおちゃんもすぐだ。寂しいよ。くしゃみが出そう。やだ。遊びに来たよ。ありがとうございます。昼公演がね終わったのでこの時間にしてみました。疲れちゃったよ。そうなの、葵ちゃんとね同じ高校だったんですよ。だから私高校1年生の途中ぐらいで福岡の高校に行ったんでマジで友達いなかったんですよ。うん、あーって思ってたら、あの葵ちゃんがお昼休みとかにわざわざあの1年生の校舎まで来てくれて会いに来てくれたりしてました。優しい。寝るとき扇風機つけてる。つけてる。もうね暑すぎてつけてる。なんかでも途中寒くなったりするんだよね。寒いとこもなっちゃった。バレてる。はなちゃん電池切れの顔してるのってめっちゃ疲れて眠たい。朝早かったしね。喋りもゆっくりになっちゃう。帰りもねめっちゃとうとう歩いちゃった。今日は日曜日です。番組は何をやっているんでしょう。テレビをつけちゃうぞ。番組表潰れない店だって。鉄腕ダッシュクセスゴ。あーまるちゃんとかか。サザエさんとかってカラオケバトルとか言ってる。え、早もう、え、もう1週間経ったんか。早い。早いんですけど。あ、今日イッテ Q じゃん。わー、見るの忘れないようにしないと。イッテ Q 見たいな。こういう時見るの忘れてたんだよな。
まるちゃんがさやまるかと思った。さやまるだよ。さやまるのお話してたんだよ。ななちゃん家でも独り言言ってそうだって。それが言ってないんですよね。全く喋んないです私全然喋んないよ。多分頭の中で解決してんだよね。すごいなんか猫が鳴いてるアバターが。めっちゃぼーっとしてた今。さっきからぼーっとしまくりだけど。幸せのキャーン。ツイッターってさ見なくなるとさたまるじゃないですか。なんかツイッター読み込むみたいな、ツイート読み込む、あれちょっとさ難しいってかさ、あの大変だよね見るの。私全部見たいタイプなんだよね。しっかり見る、飛ばさないで。あ今日さ、あの推し麺だっけ、推しジュースだっけ。わ、ルラちゃんがツイッター上げてくれた、いいにしちゃおう。あの推し麺、推しジュースだっけ、なんていうんだっけ、なんだっけ、推しの推しドリンクだ、推しドリンクのコースターが新しくなったんですよ。でなんかあのその推しドリンクのコースターみたいながあの楽屋の近くに置いてあって、近くて楽屋の前に置いてあって渋ちゃんにあげてきたこれあげるってしたら喜んでくれた。渋ちゃんずるだったあげてきたよ。ケンシブイちゃん当たったんだって、花が上げただけだよ。そっか、来週オンラインお話し会だって。オンラインお話し会来てくれますか。待ってますせー。お家に帰りたい、実家に帰りたい。実家に帰りたい。なんか夏とかって特に帰りたくなっちゃう。なんか何もしたくなくなっちゃうからかな。実家に帰りたい。でも本当に私実家に帰ると何もできなくなります。本当にもうつめーんってしちゃう。こんにちは、こんにちは。足がしびれる。実家に帰ったら何したい、ゆっくりしたい。もうなんかソファーとかでブーンってしたい。あと私喋り相手がいないから喋り相手が欲しいんですだから家に帰ってお母さんとかとお話ししたい。
夜声も入るので劇場の入り口で見てます。だって恥ずかしい。なんていうの、まあ2回公演終わりなので疲れています。はい、とっても眠いです。なんか私マジでチョコミント、あ、全然違う話するんですけど、私本当にチョコミントが苦手だったんです。なんでこんなのが美味しいのって。でも心の片隅ではチョコミント食べてみたいなって、食べるようになりたいなって思ってたんです。やっぱ色とかさ独特だしさ、みんながさすごい好きって、好きな人多いじゃないですか。チョコミントっていうのがあるぐらいだから、だからすごい気になってたので、あるアイスを食べたら美味しいじゃんみたいな。で最初なんかうってなったんだけど、食べるとやっぱ美味しいかもってなってハマっちゃって、そこからいろんなチョコミントを試すようになって、この間チョコミントのパフェ食べました。美味しかった。でもなんかスースーすぎるとちょっとダメですね。ミントすぎるとちょっとダメなんですけど、だからめっちゃ美味しかったです。パフェを食べました。舌って変わるものなんだな。そう、もうスーパーカップもね出るらしい。嬉しい。だから私って嫌いなものないかもしれないって思った。食べ物何が嫌いなんだろう。あーでもあれだね、苦い草とか嫌い。草系草系が嫌い。初心者向けのチョコミント、どうだろう。やっぱアイスはねいけるって思う。なんかまずは多分チョコが強い方がいいかもしれない。ミントはかすかにぐらいの方がいいかも。草なんかパクチーとか苦手、ミョウガとかも苦手。野菜は食べれる。野菜は大好き。野菜は大好きなんだけど、苦い癖のあるものが苦手です。あ、マウントレーニアのカカオミント美味しかったです。でもあんまりねチョコミントって感じしなかったです。飲んでるんかいってね。最近出てなんか結構カカオ強めでした。でもファミマにチョコミントのドリンクが出てたんですよ最近出た。それはマジでミントは強かった。チョコ強いミント系。花が初めて食べたのはスーパーカップだったんですよね。でスーパーカップのチョコミントで、でもそのチョコミントは結構そのあんまりミントが強くないスーパーカップだったんですよ。でもスーパーカップって毎年ね変わるんですよ、その感じが。だから今年のスーパーカップのチョコミントがもしかしたらミント強い系のあのチョコミントかもしれないし、わかんない。めちゃくちゃ語ってる。そうだからわかんない今回のは。でも花が初めて食べた時はお、いけるってぐらいだったんですよね。パルムのミントショコラ、あー、うん、そんなミントわかんない。もう私はねチョコミントが大丈夫になったから。もうわかんないね、どれが薄いのかも。でもまだチョコミントのパンケーキとか食べたことないので、ちょっと挑戦してみたいです。皆さんにチョコミントおすすめします。はぁ、あ、はぁとか言っちゃった。今年の花ちゃん食べたら教えて。わかりました、教えます。ちょっと花ちゃん疲れてきちゃったよ。挑戦するの偉いでしょ。でもなんかなんだっけな、何かはね無理なんで、セロリとかもねちょっと苦手なんですよね。うん、
こないだショールームした時にさ、ファンの人ってさちょっと載せるじゃないですかツイッターとかに、なんか話が全然違う風になって載せられてたからちょっと悲しかったなんか相手にもさ迷惑かけちゃうからさ、なんか申し訳ない気持ちになっちゃって、まあ許すけどねえ、てかウニョンちゃんの写真がいっぱい回ってきたんだけど、マジで可愛い、プリンセスみたいだった、めっちゃ可愛かった。可愛い、全然私詳しくはないんですけど、この間アイブのレイちゃんのVlog っていうか YouTube に載ってるやつ見てめっちゃ可愛かった、超可愛かった、癒されました。こないだは私結構イコラブさんとかモイミーさんとか見たりするんですよ。そうで、こないだモイミーさんのYouTube 見たんですけど、ミルテンの100の質問を見て勝手に癒されましたマジで可愛くて、なんか声が特徴的で、でなんかすごい元気ない時とか気持ちを晴れやかにさせたい時に見たらめちゃくちゃ元気出ました。かわいいミルテン、ミコラブさんは誰推し、でもみんなかわいいですよ本当に。でも佐々木舞香ちゃんがかわいいって思います。みんなかわいい。菅波美玲ちゃん見てください、かわいかった。なんだっけな、なんかうちなんかメイク動画で見てすごい言葉遣いが可愛くて優しそうって思った可愛いですよね。マリアちゃんが詳しいのでたまに聞いたりしてます宮ジョイちゃんもいいんだよ、だって知ってる。宮ジョイちゃんはあの子が好きです、あの子あの子がすごい気になりました。なんだっけな、なんかやっぱツイッターとかで流れてくるんですよ。そうだから 見に行くっていうか、可愛いってなりますね、これ。どうやって探せばいいかな、可愛いってなった、可愛いっていうかなんかわいいって思ったんですよね。で新曲めちゃくちゃ可愛くて、その新曲見てもめちゃくちゃ元気出たんですよ私。だからさっしーさんにめちゃくちゃ可愛くて元気出ましたって LINE しましたわざわざ出てこないね。あ、わかった全然関係ないのに笑ってしまいました。あ、ねえ、あとこれも気になる、あ、全然、一旦チョコミントの話しますね。私ツイッターで流れてきて、なんか韓国の食べ物のこのチョコミント食べたい、これめっちゃ美味しそうって思いましたです。ね、今はニアジョイさんのお話をしてて、ニアジョイさんの誰が好き、気になった話をしてました。出てきませんね。
出てきませんね。あ、ちょっと、はい、レノンちゃん、エスミレノンちゃんって子です。めちゃくちゃ可愛いって思いました。え、可愛い、素敵って思いました。はい、あまり詳しくないので何とも言えませんそう、チョコミント、韓国人、あ、私韓国人だけど、あれ箱買いしてるよ。だって美味しいの。はなちゃんのところにもチョコミントをお届けしてください。そのバナナのやつがね、すごい気になりました。ハロプロの子好きなの。あ、いや、なんかハロプロは本当に全然詳しくないんですよ。全然詳しくないんですけど、お顔がすごい好きな子がいて、勝手にインスタをフォローさせていただいていますっていう感じです。お疲れ様で。チョコミントね、めっちゃ美味しそうと思っていいねしちゃった。昼公園からの7階にいます。エミリーだって。エミリー、アイジー、頑張って。さあ、疲れてきましたので、そろそろ終わりにしようかなって思います。なんかさ、ハイライトをさ、ここに塗ってみてるのよ。あかりんさんが塗ってたからすごいテカってるね。はなちゃんってエミリーさんのどんなとこが好きなの？まず顔がめちゃくちゃ好き。もう顔がタイプだし、あと性格もすごい好き。なんか冷たいように見えるじゃないですか。でもすっごい HKT の愛と言いますか、メンバーのことすごい見てくれてるし、すごいしっかり言ってくださるんですよ。で、なんかマジでなんか照れちゃうとめっちゃ照れるし、超可愛いです。とにかく超可愛いです、エイミーさんは。わかる、だってわかるでしょ。あとマジで可愛い、本当に顔が可愛いし、うん、かわいい、かわいくてね、本当にかわいいんですこないだかわいくてなんか動画撮っちゃった帰り際のエミリーさんを動画撮りました。スタイル良くてずっと見ちゃう。わかる、マジかわいい、ガチかわいい。 HKT ってかわいい子いっぱいですよね、マジで。じゃあそろそろ花ちゃんも終わりにしたいと思いますね。なのでランキングを読みます。13位、さちさん、ありがとうございます。12位、なのさん、ありがとうございます。11位、きまぐれさん、ありがとうございます。10位、田村村さん、ありがとうございます。9位、中村拓さん、ありがとうございます。8位、ゆきじさん、ありがとうございます。7位、宮地さん、ありがとうございます。6位、あぶさたんたんさん、ありがとうございます。5位、きょうへいさん、ありがとうございます。4位、ひささん、ありがとうございます。3位、にしけんさん、ありがとうございます。2位ムーさん、ありがとうございます。1位は横浜の歯医者さんです。私のアバターをゲットしたんですね、ありがとうございます。明日から皆さんはお仕事でしょう、頑張ってください。月曜日だもんね。明日はまるちゃんの卒業公演ということで、いい日になりますようにとお願いをしましょう。せーの、いい日になりますように。バイバーイ。またねー。